はい、今日、ブレイキングの 8.5 あるので選手の裏側撮っていきたいと思います。よし、今試合前です。こんにちは。調子どう？いや、キリキリです。はい、キリキリます。日韓戦ね、を託した2人の若手ですけども、はい、星葉君の相手めちゃめちゃ強いらしいよ。いや、そうですね。でも、なんか10回のうち1回勝てる相手でも、その1回持ってくるのも結構得意だと思ってる、ね、確かにね。それを持ってこようと思います、うん。まあ、練習してる感じだとすごいね、弱いから頑張ります。本番に強ければでもいいよ。試合で勝つやつが正義だよ。はい、どう？よし、いけます。はい、ぶっちゃけどう？余裕か分かんないですけど。余裕で勝たないじゃん。あ、まあ、そうかないと前回ちょっと日本勢悔しい思いしたんですけど、まあ今日はね、2人とも勝ってもらえたらと思います。またじゃあ試合後、はい、はい、お願いします。あとは態度悪いな九州の喧嘩島どう調子は？調子、お調子です。まあ結構ね、マッキー選手強いからね。うん、近かった結構あるし、まあ爆発力あるから。今回手数になったの知ってる？あ、なんか聞いたんすね。前回エロプロに負けてしまってまあでも結構欲しかったけど、まあ、今日はさすがに勝てないじゃん。そのなんかみたいな笑か圧かけなくて。いやいやいや、一応スター候補なんでね、喧嘩自慢の、うん、ここで勝ってほしいなって、うん、ちょっと勝たせてもらいますよ。頑張って。うっす、お疲れです。どうですか？バッチリっす。前回はなんか目大丈夫でした？あ、もう目、あの手術して治りました。前回はね、まあ富澤選手めちゃめちゃ強いけど、やっぱボクシングテクニックがまだ正宗選手は当て感がすごくて、逆に顔面パンチすごいんで、どう攻略するのか楽しみ。ちょっと、今回勝つのは大前提でなくて、倒し方にこだわりたいなと思ってます。まあ、いつもね、試合外れなしなんでね。確かに楽しみにしてます。ありがとうございます。じゃあまた試合後に。お願いします。ありました、ありました。格闘家元気がいました絶賛増量中の米尾くんです、はい、顔がパンパンっすね顔パンパンだね。俺ね、太った後にみくるくんに増量しない方が良かったよ。増量するとね、弱くなるんですよ。それ知らない人多くて、まあ練習の時もやっぱ体重かったみたいなのやっぱ思いました、ね、しかもさ、今日あれでしょ、無制限でしょ。え、違う、ちょっと待って、悪乗りが過ぎる。悪乗りが過ぎるじゃなくて、12ニキと米尾が判定に委ねるの、はい、え？え？マジですか？どうしたどうした？12ニキ体力ないじゃん。まあ、はいはい、はい、まあ、わかりました。いや、本当ですか？別にその方が良くないと思うけど。その方が良くない？いや、だって完全決着つけれる自信あるじゃん。はい、あ、メインだしさ、完全決着してほしいなって。それまでの試合めっちゃいい試合多いのにさ、うん、確かに二人の試合がダメだで終わったら最悪、なんかどっちか倒れるまでやってほしいな。はい、OK、じゃあ12人にも言っとくわ。はい、運営にも。はい、調子はどう？あ、調子めちゃくちゃいいです。結構強くなってるもんね。あ、試合、なんか何かの試合見たけど、あ、試合をしてたし。あ、しました。あと、ハイメ君。あ、そうか、ハイメ君にも勝ったしね。はい、ちょっと危なかったけどね。あれ止め、あれ最初あれも止めてもおかしくない、ね、あれ止められてもおかしくなかったけど、相手の選手ね、まあ1試合しかないから。あれですね、あとオーディションするの。あ、そっか、なんかオーディションでも勝ってるのか。だから結構強いよね。そんなにと思ってる。あ、はい、ポテンシャルはあるでしょ。あ、でも、はい、勢いが、まあパンチ力はあると思うから、うまく戦って、はい、まあ、面白い試合見せてください。わかりました。じゃあまた試合後に。はい、お願いします。あの、今日の試合なんだけどさ、無制限ラウンドでいい？いや米 OK って言ってた。ビビってんの？ビビってるって。いや、あの、ごめんよ言ったんだけどさ、はい、今日メインまでめっちゃ実力のある選手たちが試合するわけよ。で、最後2人がなんかグダって判定で言うのやったらなんかちょっとないな。あ、どうなのかな。マジで練習してきた。決着つけるまで。つけよう。違う。じゃ、もしつかなかったら無制限なんで。つかなかったら。オッケー、オッケー、オッケー。はい、決まりました。無制限なんで。
まあでもどっちにしても決めるつもりで多分2人とも戦うと思うから、まあ頑張っていい試合期待します。はい、どうも。調子どうですか？調子いいですね。大丈夫です。バッチリです。相手ももう自信満々でしたね。あ、そうですね、やと思います。試合は3戦目、人生でオーディションを合わせて、オーディションの時初めてやって本戦やって今日3回目、はい、ここで勝つようなことだったら相当ポテンシャルあるよ。じゃあまた試合後に来るんで。あ、お願いします。相手はブレイキングダウン最強の技を得たい、はい、上澤選手ということで、まあ、ここで勝てもね、一発で最強の技を持っていけると思うんで、もう正直練習はやったんで、あとは試合でどんだけ虎之助っていう俺の強さを見せるかどうかなと。真面目格闘家みたいなコメント。嘘です。右のね、パンチを当てれるかどうか、はい、楽しみにします、はい、またあの試合後に、はい、ありがとうございます。調子どうですか？調子は、まあ、心身ともに最高です。ランチメン選手は勝つことは大前提で、はい、見せる倒し方をするって言ってました。あ、なるほど。それは自分も一緒ですよ。お、はい、まあ、2人とも面白い試合毎回するので、まあ、間違いなく面白い試合になると思うんですけど、はい、ちょっと盛り上げてもらいたいですね。じゃあまた試合後にお願いします。調子どうですか？あ、割といい方。割といい方。割といい方。相手はすごいリラックスしてましたよ。本当ですか？はい、あ、僕の多分やばいぐらいだらけてました。楽しみでしょうがないですね。本当ですか？いや、あ、あれですか？自分が楽しみでしょうがないです。あんま寝れなかったです、はい、戦いの中毒者たちが、まあ、ここで勝つと負けるのは結構大きいと思うんで。本当ですか？はい、リラックスです。楽しみながら戦います。じゃあまた試合後に行きます。はい、お願いします。よし、韓国勢いきますか。今日本勢の2人インタビューしてたんで、2人とも調子バッチリ。それでも僕たちも今回前回のね、日本勢の負けとした結構ブレイキングダウンの中でも相当強い選手が用意してる。ここで韓国勢で勝ったら、まあ、本物だと思う。視聴者가를대표해서이렇게또시합을이기게된다는게굉장히기쁘고원하신대로강하다는걸보여드리도록하겠습니다한국라이브스포에관한수업을하고싶듯이링크상하셨다니갓대본만없을것같아요한국이이길수있도록최대한다행입니다오늘은今日は2人で韓国チームを勝つことを勝つように頑張っていただきます。ありがとうございます。まあ2試合ともね、すごいレベル高い試合になると思うんで、楽しみにしてます。ありがとうございます。また試合後にインタビューしてください。わかりました。はい。はい。よっしゃ。チャンス。お疲れです。お疲れ様です。いやー、しょうもない試合して。ポテンシャルすごいな。いやいやいや。3試合目でこれ。3試合目ですね。入りづらかった？入りづらかった。今、距離めっちゃ遠かったって。思ってたよりは。パンチとかも見えたかなって思って、ただ蹴りが結構効いたっすね。で、格闘経験もともと何もなくて、格闘なんか近所の地元のジムで友達と一緒にスパーリングとか。才能あるな。まあ結構本当に僅差で、もう一個延長でもいいというか、延長だった試合だったんだけど、まあ一つ多分たぶん変わらない待てますね。あ、OK です。よし、ありがとうございます。いや全然流れとしてはよかったんですけど、ちょっと溜めすぎたかなって感じを、右をすごい溜めすぎて、全然試合の流れは余裕だったんですけど、判定にはあんまりなってないです。まあね、対戦相手の彼にも言ったんだけど、本来だったらまあ延長の内容だったけど、まあ、マスト判定とか、その感じも出す。最初の方が倒したパンチ一発あったと思うんですけど、その後2回、なんかちょっと効いたパンチみたいな、それが印象だから、まあ、でもどっちにしても、なんか、入りづらかった、なんか結構、手が少なかったと思ったんですけど、まあ、俺がちょっと溜めすぎたのは、すごい見すぎたのが、逆にちょっと、タイミングが相手にあると思うので。
ということで、じゃあまた何か、はい、すごいシアター、はい、お疲れです。お疲れです。どうでした？よかった。よかった。いやー、ちょっと負けたけど、手際座に対応できなかった。そうですね。やっぱり苦手は克服できなかった。悔しいですね。もう自分の中では結構負けてたんで。これから格闘技もちろんいけるので、頑張りたいです。試合前ですけど、どうですか？の方はもちろん自信あります。結構、今の試合が、ね、すごい良い試合だったんで、会場盛り上がって、ここでさらに試合が出してしまった。まあ、対戦相手の子も結構自信があったので、お互いに良い試合になると思います。お願いします。ありがとうございます。素晴らしい試合。視聴者も大興奮の。あ、本当ですか。良かったです。最高の試合でした。良かったです。おめでとうございます。もう外れなしです。外れなし。ありがとうございます。めちゃめちゃいい試合でした。しかもパンチもなんか結構ガードをうまく使えるようになって。ボクシング力を。だいぶ成長して。ありがとうございます。蹴りも蹴りの良さもなくさずね。うん、めっちゃ良かったです。ありがとうございます。まあ、次の試合が最強決定戦みたいなのがあるので、その試合の勝者とまたやるのも面白いです。あ、はい、この階級のチャンピオンにやっぱりなりたいんで、もう負けたくないです。ブレイキングダウンも今ベルトついてますんで、ついにより一層ね、強い人も入ってくるだろうし、頑張ってもらいたいです。おっす、頑張ります。ありがとうございました。おはようございます。すごかったな、天下。すごかったですね。折れたか。溝だったらいいけど、あばらで倒れたら折れてる。俺の得意技ですね、天下。パンチでこう伸びきってる状態の時に当たるのが一番効くんで、あれはちょっと相当きつかったんで。お疲れ様です。あらっす。すごいっすね、天下。あらっす。ムクビ選手の前にしました。元々狙ってますか？いや、まあでも入るかなと思ってたんですけど、結構やっぱでも参考は本当に大振りの左利きだったので、久留選手の展開は結構、ね、イメージがありましたね。もともとイメージしてました。すごいな、この強さ。もうちょっと次相手探すのが大変になってきましたね。9でちょっとね、強い選手なんとか用意したいと思って、はい、結構プロ選手とかも来てるんで、はい、ブレイキングダウン代表としてちょっと倒してほしいな。ありがとうございました。ありがとうございました。どうです。変化を聞いちゃった。これはないけど、自分の根性だと思います。暴れ大丈夫？大丈夫です。味噌なんかわかんないですけど、息できなくて。あ、変化はね、ちょっときついな。根性というよりはテクニックが大事です。膝蹴りを狙っている相手に対してもうどうやって出させるかみたいな。やっぱね、爆発力とか体のポテンシャルがすごい。戦略だね。戦略勝ちですね。まあ、またの何以降待ってるんで、ぜひぜひ。はい、どうだった？もう出ないです。さすがに出ます。そうでした。悔しいね。まあ、また頭冷やして寝たかったら。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。どうでした？俺絶対ドローだと思いました。え？ドローだと思いました。ああ。数の多さが全然違いましたね。本当ですか？なんか一緒ぐらいかなって。後半は追い上げられてたけど、前半は結構。一発もらえ楽しくなっちゃって、ノーガードでやっちゃって。でもめちゃくちゃ楽しくて、もう一杯やるから。勝った方がいいの珍しいな。まあでも結構面白い試合で、内容は大丈夫でした。見てる側は良かったです。なんか途中で距離取るのやめちゃって、しようだなって。あごいたいですよ。いや、いい試合でした。ありがとうございます。ありがとうございます。次ライジンが終わって、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？なんか後半すごい手数が増えてきたけど、最初ちょっと戸惑っていたように見ました。初日は逃げた。早くびっくりだぞ。勝っちゃうんだ。
構変なんで、オープンって僕が勝ったようには思いましたけど、微妙な判定だったかな。微妙な判定だった。合計の手数だと結構バシバシ選手が多くて、19対11発。まあ、後半の追い上げ的に延長があったら結構有利だったなと思います。プレスだよ。ただ呼んでいただけたらと思います。ルールルールでいきますにか、じゃあ週間分まだルールにちゃんと適応してしっかりやりたいと思います。またよろしくお願いします。おめでとう。おめでとうございます。すごいな、10ヶ月で実績上の選手に。本番に強いな。まあでも後半のちょっと追い上げられ方、延長あったら危ないなって感じだから、まあそこら辺もまた含めてまた練習して。はい、頑張るしかないけど、2回連続でね、ハイメ選手1日前のオファーで勝って、で今回も明らかに実績上の選手、15戦ぐらいプロでやってる選手に格闘技歴 10ヶ月で勝った。素晴らしい、やっぱポテンシャルになってますね。今後に期待です。2期生は結構本番に強いタイプ多いね、安井ゲーマー君といい、ちょっと2期生結構期待できますね今後。まあ、一回休んでまたじゃあ練習お願いします。ありがとうございます。いやー、マジか。うわあ、一発で負けたな。惜しかったっすね。いやー、普通に負けました。強かったっすか。強かった。手数で全然。そうですね。手数が47ですね。47。はい。僕なんもでした。30くらい。いやー、マジか、延長惜しかったな。今回から手数がそうっすね、判定の基準になったんで、落としたか、ここマジで。いや、申し訳ないです。また次、出たいとかありますか。あ、もちろんありますけど、はい、いや、いい試合できなくてすいません、本当に。いや、めっちゃいい試合でした。で、また次も頑張って。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。아수고하셨습니다아감사합니다일단은이제저번경기와는좀다른시합장이라서긴장도많이하고잘할수있을까이런의심을솔직히했지만좋은모습보여드리는것같아다행이라생각합니다맞아次次뭐出場希望とかありますか。네언제든지불러주신다면더좋은모습보여드리겠습니다이번엔좀아쉬운모습보여드리고왔어요。ありがとうございます。ありがとうございます。どうした。됐어。腹出すぎじゃん。いや、もうどんだけ太ったと思ってますか。今回勝ちでもまあ気合勝ちしたね。はい、さすがに。いや、もう俺最後のなんか5万人くらいで目合わせて休んじゃいましたあれ、ほらあうの呼吸がもうお互いちょっとこのラウンド休むみたいな、すごかったよ。でも同時37万視聴。マジですか。全国の37万人が見てたわけよ。ちょっとやばい。東京ドーム7個分くらいよ。マジですか。俺でもそんな多くの中で試合したことないの、すごいな。超コメオと超12人気が超えましたね。すごいですね。俺が現実なんですよ。本当にでもちょっと12人気めちゃめちゃ余裕で勝てると思った。強くなってたよね。強くなってました。しかもなんかビビってなかったし、はい、気持ちやっぱ引退っていうのがかかってるだけ全然普通に気持ち超強い。とりあえずおめでとう。はい、ご飯連れてください。行こう行こう。あと面白い企画ね。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。元気。ありがとうございます。どうだった？いや、強くなったね。はい、そうです。大丈夫ですか？まあそれは毎度のことなんだけど。はい。ブレイキングダウン4の時と比べたら、はい、別人みたいに強くなった。ありがとうございます。めっちゃ興奮しました、ね。これでもうすぐあのね、10対1で勝てるぐらいの強さになってくるんじゃない？そう、いつか、はい、いつかその日が来るといいよね。特攻隊長がいるじゃん。特攻隊長、はい、俺の妄想だけど、はい、見ました。と9で戦った。多分12人間は強いと思うけど。怖いですね。無制限じゃないですよ。無制限じゃない、はい、面白い試合ですね、あれも。そうですね。まあまた、じゃあ、9で、はい、お願いします。はい、ということでね、はい、同時接続37万という、素晴らしい、素晴らしいです、マジで。俺の試合も負けてます。まあでも本当に面白い試合多かった。また9につながる試合も多かった。また皆さんブレイキングダウン9、8月26日に開催予定なんで、それまでにオーディションも出ると思うんで楽しみにしててください。
じゃあそんな感じで終わりたいです。ありがとうございました。